どうもこんにちは、今日はですね、久々にロードのトレーニングをしようかなと思ってます。まあ久々というかですね、ロードのトレーニングは、週に数回毎週やってるんですけど、動画として久々にやってみようかなと思います。で、今日のトレーニング内容は 1000m のインターバルをしようと思うんですけど、ただのインターバルじゃなくて 1000m のインターバル、4分超えたら終わりという感じでやってみたいなと思ってます。で、レストはですね、2分から3分ぐらいでつないでいきたいなと思います。なんで 1000m を4分以内で、レストを 250m 2、3分でするという感じですね。で、この練習今回初めてするんですけど、まあ終わらせようと思ったら自分でスピードを緩くして4分超えたら終わりでいいんですけど、そういった面でメンタルも鍛えれるかなと思ってます。それではですね、今からきついインターバルの練習をやってみたいなと思います。1本目、3分46秒、まんまかな。2本目、3分49秒、ちょっと1本目のレストが1分44秒で僕には少し足りなかったですね。もう少しレストゆっくりめでいきましょう。3本目、3分50秒、やっぱきついですね、インターバルは。次4本目、3分49秒、ちょっと今までレストが全部2分弱なんで、少しゆっくりめにつなごうかなと思ってます。さあ5本目終わりました。3分50秒、いつも 1000m のインターバルは大体5本で終わるんで、これからが未知の領域ですね。じゃあ次6本目いきます。さあ6本目終わりました。3分53秒、レストはですね、歩いても走っても止まってもいいみたいなんで、ちょっとここで歩きを入れます。さあ7本目、3分54秒、そろそろ足に疲労が溜まってきましたね。心配的にも結構きつくなってきました。8本目、切れるかな。さあ8本目、3分57秒、ギリギリ。いやきついな。やっぱり安さ800よりも 1000m インターバルの方が圧倒的にきついですね。レストが短いんで。いや9本目、行ってみます。さあ9本目終わって、タイムは3分55秒ということで、9本目も無事に4分切り達成できたんですけど、ちょっとここに来てですね、タイムリミットが来ちゃったんで、9本目で終わることにしました。本当はですね、まあ、7本目か8本目ぐらいで、4分超えるかなと思ったんですけど、まあもう少しいけそうでしたね。10本目までは間違いなく4分切りできたのかなと思います。でレストは、大体2分後半はですね、2分15秒前後でいったのかなと思います。まあ、この練習ですね、結構、5回とか、10回とか制限を決めない練習なんで、気が楽にできる練習かなと思います。今回のですね、 1000m インターバル心肺強化につながったのかなと思います。ということでですね、今回の練習は以上になります。これからもですね、いろんなトレーニング動画とか大会動画上げていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。